ライカ L マウントは、ライカが自社のミラーレスカメラのために開発したユニバーサルマウントの規格である。L マウントシステムのうち、トルコリーラは APS-C サイズのセンサーに対応したシステムであり、SL は 35mm フルサイズセンサーに対応したシステムの故障である。日本での通称が L マウントであるライカスクリューマウントに関しては、 ライカマウントレンズの一覧を参照のこと。2014年4月、同マウント規格を採用した APS-C ミラーレスカメラ、ライカ T が発表された。当初はライカ T マウントと呼称していた。2015年10月、35mm フルサイズミラーレスカメラ、ライカ SL 及びライカ T マウントと共通の形状であるライカ L マウントが発表された。 フルサイズ用の SL システム発表に伴い、APS-C 用システムの名称を T システムからトルコリラシステムに移行することが予告された。2016年11月、ライカ t の後継機であるライカトルコリラの発表に伴い、正式にライカ t はライカトルコリラに改められた。2018年9月25日、ホットキナにてライカ、パナソニック、シグマの3社が、 エルマウントアライアンスで協業することを発表した。エルマウントを最初に採用した、ライカ T 左からシグマの山木和と、ライカカメラ AG のアンドレアスカウフマン、パナソニックの北川淳一郎。2018年9月25日のフォータキナでのアライアンス発表後、パナソニックルミックス S1R と 50mmF1.4 レンズエルマウントは、ライカの登録商標である。 L マウントは直径 51.6mm、フランジバック 20.0mm のバイオネットマウントである。L マウントのレンズは APS-C 用のトルコリラレンズとフルサイズ用の SL レンズの2種類が存在する。トルコリラレンズを SL システムのカメラにマウントした場合、自動的に APS-C サイズのセンサーモードに切り替わりクロップされる。 SL レンズをトルコリラシステムのカメラにマウントした場合、画角が狭くなるが、使用は可能である。ライカ SL レンジズ。ライカカンパニーウェブサイト。ライカカメラ AG。2018年9月23日。閲覧。アダプター。ファインダーオブノーバフレックスノーバフレックスカンパニーウェブサイト。ノーバフレックス2018年9月23日。閲覧。 シグママウントコンバーター MC-21 開発発表。シグマカンパニーウェブサイトシグマ2019年2月28日閲覧。ありがとうございます。